マクシム・ルプソフは、ソ連、ロシアブリャンスク出身のフルート奏者、教育者、ロシアナショナル管弦楽団の首席フルート。5歳からピアノ等に親しむが、音楽の他に、イーゴリモイセーフ美容団でも活動していた。7歳より、ピアニストである母が教鞭をとっていた地元ブリャンスクの音楽学校にてフルートを学び始める。モスクワに移り、クネーシン音楽学校、 モスクワ音楽院を修了。1999年により、ロシアナショナル還元楽団入団、2003年には、主席奏者に任命。米国の指揮者、マイケル・ティルソン・トーマスの招きにより2002年に、サンフランシスコ公共楽団と、ロシアン芸術祭にて共演する。2003年の12月には、映画レッド・バイオリンのスコアで著名なジョン・コリリアーノの、 還元楽作品ハーメルンの笛吹幻想曲のロシア初演を成功させ、2年後にはスペインムルシアでの講演にも参加。ロシアナショナル還元楽団木管50創団の創設メンバー2009年より代表を務める。CD のレコーディングヨーロッパ、アジア、アメリカツアーを行う。2005年には大阪の第5回大阪国際室内楽コンクールにて1位を受賞。 オーケストラに加え、ソロ、室内楽の活動も、積極的に行う。ピアニストミハイル、プレトニオフ、フランチェスコ・トリスターのシュリメやジャズ奏者、デーブ・ブルーベック兄弟など、様々なソリストやアンサンブルと共に、モスクワはじめロシアの各地、ロンドン、スペイン、アメリカで共演。2008年10月には、故郷のブリアンスクにて、子供のためのソロコンサートを実施。バレエや、 コンテンポラリーダンスとの共演もロシア国内外で行っている。2011年8月にはアメリカブルーグリフィンレコーディングよりアルバムロシアン、ロマンスをリリース。内容はルプツオフとセルゲイ・クビトコによるロシアソビエート作曲家の作品集。5歳のある朝、母親に笛を吹いてみたくないと言われたのがきっかけ。ターニングポイントは14歳の夏に 船舶技術者である父親が日本に出張へ行った際、ヤマハ製のフルートを持ち帰ったことであった。当時使っていたのはレニングラード家具工場製のもので、この日本のフルートを初めて見て、組み立てて吹いてみた時には世界が変わったという。以前は音楽家として生涯フルートを演奏することを想像できないでいたが、この音を聞いた瞬間に決心がつき、3ヶ月後には、 成績優秀にて、グネーシンを音楽学校に入学することができたと、語っている。出典、httpww. クラッシュカロリームーシュクニューズ、ru、インタビュー、ノーゴスロイノスとマクシムルブツォフ。ありがとうございます。